います、ね、先ほど、ね、清水健太郎さんが、まあ、18度の拘束されてるところで逮捕された2人のところってあったんですけど、じゃあ実際なんか、うん、薬で何度も何度も逮捕されちゃってるので、チャート自体もそういうことがあるのかどうか見てみようと思ってチャートを出していただきました。じゃあちょっとそれを見てみようと思います。これになるのかこれだっけ、違います。これですか。こっちです。こっちだね。ミオトちゃんしたら、ちょっと大きめにしますけど、これが清水健太郎さんのチャートなわけです。で、同じに12時出張ってことですね。うん、それで太陽の度数が先ほど申し上げてた18度の、天秤座18度、逮捕された2人のところにあるわけですけど。他にも天秤座いっぱいありますよね。そうですね、うん、これ何度だろう、隣に土星があって、土星が18度か、これも、あ、じゃあ5だね。太陽の5なので、土星が5か、太陽に5っていうことは一般的にどうなんですかね。うん、やっぱ抑制がかかるんですかね。うん、あとさ、お父さんとの関係どうだったんでしょうね。いらっしゃったの、この人は。そんないきなりな質問されたと思っちゃうんですけどね。多分ね、土星と火星くっついてる場合とか、まあ、それだけで判断しちゃダメだけど、うん、離婚されてる可能性ね。あと月と天皇星は自分の実母が離婚してるって可能性が高いです、うん、ってことは離れたまま父親的なあのものの抑制の下で育ったか、お母さんとこで、うん、あの普遍的なもの分かんないまま育ってるか、どっちかかなって気がしますよね。後で調べるのね、出てくると思うけど、まあ星だけで今は解説してるんで、事実がどうかは別にして、そう感じると。それはディスクなのかね、ディスクね、調整なのかな、太陽と月が、うん、何度だ、カニと天秤だからスコアでね、21度とあの、まあ、ちょうど18度ぐらいだから、スクエアが頂点かけてるのはここだね、小三角の。その小三角はどうすかねっていう感じですけどね。これなんかゲイかなってまた言ってるけど、冥王星あの私2丁目のね、ゲイチャート340人ぐらい集めたことあるんだけど、冥王星、火星と、まあ、金星がちょっと絡んでたり、土星がこうやってキーに入るとね、すごい多いんですよ。あのノーマルな感じではセックス感じなくって、ちょっと抑制かかってプレッシャーあった方が燃えるって人もいますよね。この 3点天体がそうだっていうことですか、うん、3天体、火星、冥王星、土星の組み合わせが、うん、まあ、金星と特に絡むとセットでね、うん、ハードで絡むと割とゲイが多いねと思いますね。他はどうですか、だから、ね、他アスペクトで、うんうん、3天体、他のアスペクトの絡み合いっていうのもありですか、うんうん、ありですかっていうか、うん、どういうの、他の絡み合いって、その火星、土星、冥王星っていうね、そこの絡みが、うん、ハードアスペクトじゃなくてもっていう、うん、トライン、うん、いやー、なんかハードだね。だからつまりその自分を抑制しなきゃいけないような状況に持ってかれる時はっていうことです、うん、で今みたいに原子がもっとオープンになってきたりとか、うん、あの見てて別にね、普通っていう風になったら別にこのアスペクトがそういう衝動に出るとは思わないんだけど、それは何ですか、ちょっとにもなさず社会的にそれが自流もあってっていうことですか。そうそうそう、なんか時代によってさ、あのアスペクトの捉え方変わってくるじゃない。そうですね、うん、あのね、王様と濃度しかいなかった時代には、うん、あの太陽木星なんて重視されてたけど、今は、ね、火星とか火星のハードアスペクトでさえ使い道があるよって言われてるわけだから、前はもっとクソ味噌だったでしょ、火星、火星の主なんてさ。だからその、ね、トランスサタニアンと個人天体がどんな風にアスペクトを取ってるかっていうのが、うん、どんだけ個人に、まさに個人のパーソナリティに、うん、あの意味をどんだけ強く及ぼしてくるのかっていうのをね、うん、あのやっぱ考えるわけでさ、うん、世代的な天体としての捉え方と、うん、それがパーソナリティに落とし込まれる部分とのね、うん、違いっていうのはやっぱあると思うんだよね。うん、ね、とにかく我々なんかがの可用性があんだけ聞いていて、うん、水星や火星にあって態度のアスペクトを取っていてってなるわけじゃないですか、うん、3日違いでさえもそんな風になってるわけだね、う
でその違いもあるわけだね、うん、で今回やっぱり感じるのは太陽に他のね度数もかなり強烈に加わってるってことと、うん、それとやっぱりここですよね、その親子関係どうだったのかってことが、まあ生い立ちがどうなのかわからないけど、何度も何度も薬に溺れさせるねきっかけになってるのかなっていう気がします。どうそうですか、だから月天皇星がね、まあ、あの家庭的な生活とかそういうものに、まあ、蟹座だからね落ち着きを求めてるにもかかわらずそれは得られないみたいな形で出るのかもしれないし、だってこれさ土星と月もスクエアになってるでしょ、ね、で、うん、で月と火星もスクエアだから個人的に例えば売れないとかなかなかお金がないとかプレッシャーが入った時にやっぱお酒に溺れるとか、火曜星があのそういう風な短歴とかね逃避っていう風に考えるんであればお酒か薬に見えたんだろうなって感じがするんですけど、スクエアで、いやでかいっていうね、うん、あの否定はしませんけど、うん、でかいって星の動き考えた時に、うん、あの木星、うん、金星のねオポっていうのがかっちりできてるわけだって、うん、それに対して、うん、じゃ あの太陽はどういうふうにやっても言い込んですよ、ね、はいはい、そこで、うん、自分の目的をどうやって動かしたらいいのかっていうことを考えた方がね、うん、考えた方がいい、うん、そういう見方もあるかな、だから本当に太陽に緊張角度が割と多くってそれを解消するときに他のものとして薬とか、まあ、お酒が使われちゃったかなって気がしますよね。個人っていうのにね、うん、考えてみた場合には、うん、これ時間はね12時取ってみましたけれども、うん、ハウスコースはちょっと別としてもね、うん、金星サソリっていうのはすげーでかいと思うんですよ、私。あ、ここ、うん、はい、これはものすごくでかくてね、なんでだっけ、サソリの17とかね、うん、次の回でやるんですよね、うん、で、土水期の意味合いさとき ね、うん、このね、その対抗にある、うん、木星お家の木星っていうの、うん、この黒揚げすげえでかいなって思うんだよ、うん、うまい具合にだから何その月が、うん、月天皇星がそこで頂点かけてくれてるのかもしれないけども、うん、パーソナリティの分布として月がね、うん、じゃあそれでこれを和らげるかごとくに、うん、ドラッグに走るかっていうふうに読むんだったらそれおかしいんだよね、うん、この人ねもともとね、うん、ラリってる人なんですね、もともとってこと、うん、個人的にってこと、そうそうそう、薬やらなくてもそうそうそう、どこでラリってんの、そう、その軸ですよ、んここそうそうそう、うん、あ、牛とサソリの、うん、そういうふうに思ったらいいですよ、金星っていうのは自分の楽しみとか執着する場所だとして、そうそうそう、で木星がそこを拡大していると、そうそう、これだから個人伝体のレベルじゃなくて、うん、割とだからこの年周りの人だったら同じ時期にいっぱいね、うん、受けそうであってタイトに結びつかなくなるのがこれなんですよ、うんうん、その時に月が焦点してくれるかとかくれないかっていうのは割とでかい要素であって、あとまあさ、牛もサソリも肉体的な思う要素であるとすれば、こういうものにはまらなくても何かにはまってはいくよねって感じだよね、セックスとかさ、もう他のもちろんね、だから一体的なもの、うん、そういうのはなかなかいかないというふうに考えてもいいのかもしれない、うん、だから武将としてね、その、うん、牛の木星と、うんうん、サソリの金星っていうの、うん、それそれタイトルの方であるんだったらよ、うん、ちょうどいい具合にその月と天皇星がカニ、うん、で調停してくれてるっていうのは、うん、一番なんか居心地がいいんだろうと思って、だから、うん、ね、だから本人は別に拘束されるからってそのドラッグとかそういうものに対して罪悪感っていうのを感じてないって言っても読めるかな、うん、一部になったって感じ、そうそう、うん、本質的にラリってる人なんだろうなっていうのは、うん、そういうところであってさ、まあでも私が見た局面は家族関係っていうのもあるのかなと思ったけどね、うん、だって親子が揃ってたらちょっとあれだけど強制されてね行くわけだろうから、そういうことに関しても、うん、まあそんな感じでいいですか、清水さんのノリはね、
いいよね。はい、どうかなって言われたけど、まあ、拘束される対応が非常に、こういう時こそちゃんとトランジットも OK ってさ、30円でやったらいいのにって思うんだよね。そうですね、その逮捕された時とかね、わざわざ。でも原稿上がったのが今朝ほどだったので、言います、権利関係の問題とかそういうんじゃないですかっつって、うん、でも30円事前に検討することはできましたね。で何、何だっけ、うん、次はなんとかファイヤー、ソーラーファイヤーとか使えばいいのか、やらないって、で今やったっていいんじゃないのって話なんだけどね。え、あの数十分前にこれやるときにそれ使って、じゃあ30円ね、描きゃいいんじゃねえのって話なんだよ、分かんない、ね、それを今提案されて、あなた、あ、26から参りますか、ね、はい、じゃあこれこのまま行っていいかな、キラーですね、うん、もう一つ、はい、じゃあ26と先ほどね、うん、あの今日いらしてたお客様の関係で人物を挙げてなかったので、あのちょっと内容をね補足で確認しながら人物を挙げていきたいと思います。で26度からは第3レベルだったんですけれども、熟練というふうにご説明いただきました。でキーノートは、まあ、批判的な要求が生じるときのスピリチュアルな意思と愛の原理との相互作用とありますけど、これ何だっけかな、そのタカっていうのはアメリカの強権発動の権力みたいな意思であると。タカとは大きいってところに、特徴があって、いわゆる平和主義みたいなのを言ってすぎたっておっしゃってました、ね、平和の肥大化っていうことですね、うん、それが、まあ、互いにこう融通を聞かせ合って、どっちの立場からも見ることができる老練な調整だよっていうふうにおっしゃってたと思うんですね。まあまあまあ、まあまあまあ、ね、まあ納得したみたいなね完全に納得したい。じゃあここでそれっぽいような方を挙げるとしたらどういう人がいましたかっていうところなんですが、この辺りだと、まあ、マルチナ・ナブラチロワさんがいるんですけれども、テニスで有名な方ですよね。彼女はずっとなんか女王とかって呼ばれて君臨してた時代長かったんじゃないかな、うんうん、教育的な態度っていうことですか、うん、やっぱりね、教育的な後輩もいっぱい育てたんですか、その方は、うん、はははシャラポワも門下生でしょ、うん、あ、そうなんだ、うん、なんかレズってレズビアンって話もあったけどね、あんたゲイとレズにしか反応しねえのかっていやでもそれは重要な要素だよ ね、でかい人はそれは分かりますけれどもあのだから何なのっつう話をしないからさ、うんうん、いやいや、だからそういう相国もね乗り越えた上でね、あのここまでの成果出してるの素晴らしいと思うんだけど、まあまあそれはそれで結構ですけど ね、 ね、はい、だからまあ非常に調整としたしての感じもあったのかな、その精神論だけじゃなくて技術みたいなとこも伝えるし、でもそれだけではないって考えてもいいのかな、わしと白い鳩っていうのはね、はい、他にはこう三重さんとか聞いてみたい人もいます。そうですか、うん、26があんまりいないよね、ピンとくるからね、そうですか、つまんないですか、鈴木さんいます他に26? まあ、うん、26受けたら、うん、こんな子でやっぱり面白いの、木久扇先生なんですよ。木久扇、ああ、林木久扇さんか、ね、どんなのやってる人、どんなのって、うん、ね、テレビを見ない北原さんのためにね、申し上げますけれども、うん、商店でおなじみの、あの黄色い人って言えば分かります、黄色い人、黄色のね、の着物着てる人ね、え、じゃあよく言うジョークを言ってください、いやーまっかんふふん、ちょっと太った人じゃないんだじゃあ分かんない、オレンジの人の話ですよ、オレンジの人間違ってるかな、じゃあ黄色い人だと、あ、ちょっとなんか細っぽい、ラーメン、ね、ラーメンが、あ、分かった、ちょっと顔が細っぽい、息子さんもなんか2代目菊蔵となった、うん、菊蔵となった、うん、この人じゃあなんだろうな、いろいろそのボーダーした、やはりその後進を育成するってことによってはものすごくね、うん、強い力を持ってるという、うん、そんなふうに多分意識してなくても、うん、
ものすごくね、なんていうの、すごい爆弾情報あげようか。こういう人はゲイですよ、うんうん、あのね、それはね、みんな知ってるので言わなくていいんじゃないかな。ナブラチロワさんもそうなんでしょ。つまんない興ざめっていうのはこういうところだよね。だからね、何かやっぱりこう抱え込みながらもうそれを乗り越えてくる。そうじゃなくて、ね、うん、ね、じゃあ実業家と落語家っていうさ、うん、その例えば2つの顔とかさ、うんうん、そんな風に思ってみても、うん、じゃあいいんじゃないのかしらって思うんですよね、うん、そうだね、ダメかしら、うん、いいんじゃない。でも人間性のなんか、うん、ね、そんなね、のあこの人ゲイじゃんとか言うのは結構なんだけど、ゲイだから何って話なんだけどさ、何って言ってるけれども、うん、その人のパーソナリティの私的な大部分を占めるものでもあるんじゃないですか。だからそれをちゃんとここの話に落とし込んで解釈してくださいよ、はい、うん、あのね、それで考えたらただ言うだけじゃなくて、ナブロイチロワもそうでしたねって、相関関係があるんでしょうかってことで、でちゃんとそこを語ってください、というね。そして私に批判的なものは何もありませんので、こういうスタイルに関してはね、この人ゲイですよねって言うだけ言って放り投げっていうのは、一般的にはじゃあ知らない人が見たらどう思うのかしらね、だからそういうものを抱えていながら彼は公表してないんですけれども、その上において非常にスマートな人間関係の構築といわゆる実業家と落語家という両方のわらじをねうまく履いてるってことは、こういうふうなところのやり取りでね、あの老練だとか、まあ、調整をね自分に対してもあのやってたんだろうと思います。ナブラチロワだってオープンにしてたわけじゃないかな。私もそういうこと言ってんじゃなくて、もうそこを語るのにもう少し、あの言葉の言いようってもあんじゃん、話は、ね、そうかもしれないですね、っていうことですかね、はい、うん、じゃあ27度参ります。ただね、調整できるってことは、まあ、やっぱりやらなきゃいけないものってものは指針としてはっきりしてたってことですよ、うん、両方において、ね、お金をどうやって使うかっていうことはものすごく言ってますね。あの破滅型の芸人っていうのをすごく批判的な発言をしてらっしゃいました、うん、じゃあ架空ですね、27度はね、これは極性を超越する視点の獲得っていうのがありましたので、二極化をあえて選ばずに公平であるというか、な超越するってことをまあ目指すっていうふうにお聞きしてたんですが、何か思ってる、うん、補足がありましたらおっしゃってくださいって、ちょっとな、ね、ないですね、うん、でそういうエネルギーを獲得している人はいますかというと、この中で、うん、杉田玄白なんていうのが出てるけど、どうですか、ジンジンとかでしかイメージが分かんないんだけど、漫画のだ、ね、漫画の方のね、杉田玄白先生、まあつまりああいうね、あの江戸期のさ、それまで漢方とかそういうのしかなかった中で、ターメルアナトミアだけか不分けの本とか出したり、非常にメスを振るったりとか、あの、うん、指定の獲得ってやっぱりあれかな、西洋と東洋みたいなものを超えて、なんか、まあ、医学ってところで見つけた。でかいわそれは。もうちょっとね、でかすぎ。だ遠いと西洋医っていうものを彫刻するような、うんうん、彫刻したっていうようなね、視点の獲得っていう意味ではね、うん、あるかもねと寄り添って言ってました、うん、寄り添ってくださってばっかりいるといいんですけどね、なかなかそれはないんでございます。さあ、ね、死んじゃえば、あとですね、そのすごく立場が違うのにここ同じ誕生日ってびっくりした人たちがいまして、はい、まずは、皇后の美智子様ですね、現皇后ですね、それと、まあ、鈴木さんが挙げてくださった中にですね、谷直美さんという昔の日活ロマンポルノで有名な女性だったんですけど、縄で縛られるのがあのお得意なというか、どう説明すればいいんだろう、まあ、M 女というか M の方がいらっしゃるんですけど、美智子さんがやってることも結局なんとかな、自分の身を国家に捧げるじゃないですけれども、そういうような犠牲精神だとすれば、谷直美さんとあの非常に近しいところがあるんではないかなと思ってしまったんですけれども、どうでしょうか。そうですね、うん、そうなのに
さつきみどりさんもそうじゃないよね。お色気っていうものを話すってなんか存分に出てるような気がするんですけどね、うん、それ何なんだろうっていうね、うん、むしろそんなことどうでもいいのかもしれないですね、うんだからね、やっぱり受動的なっていうか受動的なんだけどやっぱりなんか超越してるものはあるんじゃないの、ね、受動じゃなくて超越の方ね。超越の方ね。関心はそっちだっていう、うん、だからまあ関心でもないさつきみどりさんも谷直美さんもどこがどうとかってことも抜けちゃってて、うん、どういうふうな、まあ、思想っていうか思考に対して準じることができるかってことにすごくシンプルに考えてるのかなと思いますね。何に準じようと思ってるんですかね。なんかエロであるとかお雑誌にこうたであるとかよくわかんないですけど自分なりのエロに準じようという考えですか、ね、いわゆるそう思われてる自分のを守ってる世界観みたいなもの、うん、そ立場とかを超えるっていうんだよ。まさしくね、それがだから世界観への貢献ですよね。作り上げて自分が所属している世界観の中で目いっぱい生きようとするだね、うん、そういう意味ではこう超えているっていう感じは出てますかと思います。皇后はどうですか。皇后はね、すごくね、あの干渉らしいですよ。干渉っていうかこう依頼一みたいなところもあって、うん、ねちょっとやっぱりその外に対してイラッチっていうか、あのね、公園なのでね。あ、いやいや、うん、あれこれその精神的な不調和っていうのはね、うんうん、ね、いろいろおっしゃられてますけれども、ね、外に対して見せる自分に頑張ろうとすればするほどそういう精神的なねものも出たんだろうと思うし、うん、そこで気が気でいられないって感じなのかな、ここら辺の周りの方。なんでだからね、うん、超越したような立場にいられいて、うん、その座に甘んじることができないのかっていう感じがするんですよ、うん、ものすごく、うん、多分ね、なんか見えちゃって、うん、なんか違うものを感じるんだろうなって、ね、あー、そうなんだ、ね、それこそなんかちょっとね、ジャドルを作ってみたいな気がするんですけど、うん、いつこさんはちゃんとあったんだっけ。出してないですよ。ちょっとなんかだから本人がだからね、うん、こう民間から個室に入ってどんなことを考えているのか、そしていろいろねあれこれ、うん、外のね聞き覚えがあったりっていうことでね、うん、どう思われてるのかっていう、うんうん、そんなところでね、うん、非常にこの度数って美智子皇后が一緒なの、うん、面白いな。ただね、そうやって人の目を気にする一方でね、うん、この美智子さんとかっていうのは海外で特に何だっけ、キリスト教者だったから、うん、自分で演説もしてるんですけれども、何とかの悲しみって言ったかな、カタツムリの悲しみってね、本に寄せる感想かなんかを講演してるんですよ、ビデオかなんかにとってね。その中でそのやっぱり全て赤裸々に自分の置かれてる立場を言えない状態があったわけじゃないですか。そういうのに対してやっぱり超えるっていうのかな、視点をその感情的なものから自分を俯瞰して眺めるようなものを得たんですよなんて、うん、まあそこまであからさまじゃないけれども言っててね、そういう意味でやっぱり超越的なところがないとね、やりきれなかったんだろうなって気はしますけどね。だってここだよね、個人の性の衝突や楽しみを超越しないとやっていけない立場なわけだから、ある種と思います。世俗のことはね、うんうん、どうでもいいっつ、どうでもいいっちゃなんだけどね、そこでちょっと世俗を超えていかなきゃいけない立場をね、話しておかないとっていうんですよね、うんうん、それがありましたと。はい、じゃあ27度終わって大丈夫かな。聞きたい方いたらね、おっしゃって、うん、次がね、28度になります。ここじゃあ28度ですね、はい、今度は介護だったんですが、これはちょっとね、なんか早めにね説明してたので、実際は少し
分かってなかったところもあるんですけれども、あの居場所の確認と連帯の確信っていうのはあるわけですけど、はい、あそっかそっか、前言ってましたね、これまで何かをこう乗り越えていこうとかね、自覚しようっていう場所が多かったんだけど、ここに来てまた会えて周りの、取り巻き助けてくれる、助力みたいなものに気づき始めるんだって話でしたよね、いい声だな。人は決して一人ではなくって書いてあるんですけれども、見ようも見えまいが人の努力を維持しているのだという理解、それがスピリチュアルな力って見てもいいよねって話ですよね、はい、で、ここでできる人はどうでしょうか。江戸川乱歩見ていいでしょうか。はい、どうぞ。ここにあるわけですけれども、ここまで聞いて、三重さんは江戸川乱歩に関してこの度数っぽさって感じますか。うん、ね、何でしょうね、彼のさ、だって書いたものって何だっけ、ちょっとエログロの感じの推理小説とか、なんていうの、あれ探偵ものっていうのよくわからないけどだってずいぶん昔昔なんですよ、この方で。鈴木さん、どんな認識あります、江戸川乱歩だと。子供の頃にね、ポプラ社で火事に二重のやつを見てとかね、怖い表紙の感じの本ですよね。火事の怖いのだけなんだけど、またに父子供のさ、読み物としては軽く書いてきたら、原書読むと、原書とか原点読むとかなり色っぽいよね、私は。あとは、大好きな、人間椅子、人間椅子の感じと、テン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 ドグラマグラ、違う何、アマチエルがずっとやっていた、ね、ごめんなさい、名前がやっておりましたね、ね、ずっとやってた、探偵、ね、明智小五郎シリーズのドラマであったよね。なんか子供シリーズに見えるけどさ、天地の地は、知恵の地ですね、知恵の地か、なんか子供っぽく見えるけど、もうちょっとさ、色っぽいのもあるじゃない、カルト的なドラマ作品として今なりになってるじゃないですか、劇にもよく使われたりするよね。ね、ね、なんだ、また、すみません。三島由紀夫が脚本書いて、考案したね、ベイトカゲだとかね、そうだね。それも、私も、いろいろ見に行きましたね。好きですね。さて、やっぱり、なんか幻想的なものも多かったりとか、イメージングしやすいのかもしれないですよね。三島由紀夫が江戸川乱歩の原作をミニトカゲを考案して、あ、逆か、逆じゃないですか、トカゲかけないかなじゃあね、こういう人なんだけども、チャートをまず見てみていただいてですね、はい、これなんでチャート見たいかというとね、神戸にね、の占い師だったコウカリカリ博士がですね、江戸川乱歩のチャートを出してて、これこそまさに変態のチャートなんだって発表されてた時があったんですね、だからどんなもんかなって。コウさんが大好きな、コウさんですね、カリカリ博士大好きだよね、私も大好きです。彼は本当に歯に衣を着せず、みんなが口ごもって語ってた時にズバーンと本人もね、表してるし、で、なんかハウスとかあんまり使わずにアスペクト重視の方でしたね。うちらの火星海王星なんかもっとクソミソに書かれてますよ、変態でもう、やりようないねみたいな薬オーバードーズになるねとかね、そうだね、アスペクトだけでそういう解釈なんですか、それなんでかとね、ドイツのね、エバーティーンとからも出てて、そして何よりもね、カリカリ博士がね、火星と海王星のおっぱい自分が持ってたんです。そういうことね。ダメさ加減よーく分かってたと思うのね。逃避しちゃうとことか、探偵しちゃうとことか。エバーティーンはそんな長派の話だけじゃなくて、アスペクトでもそんなこと言ってたんですね。言ってますね。そこから取ってるかな。で、
これで見ますとそういう変態っぽさつあるのかしらってまず思ったけど、タイはもちろんね、さっき言ってたところの何度だっけか、28ですね、うん、ここにささっきの清水健太郎と同じ土星がすごくやっぱり近いところにあったりしますね、うん、ってことはさ、一回りしてつくと28年後ぐらい清水健太郎生まれてるってこと、同じとこにさ土星と太陽があった、年後もっとでしょ、もっとです、あ、もっとか、明治生まれ生まれだからってことね、あとはそうだな、4万あるくらい、どこどこ、4万くらい、もっとか、全然かよ、4万くらい、時間は分かってないもんね、ないですよ、分かったね、あとね、あ、そっか、これか、火星と土星のまずおこが、やっぱりちょっとどう言えばいいのかな、性的なフラストレーションとか、どういうところでそういうの発散するかっていう意味で、やっぱり出るねって言ってたんですよね。これ先ほど言ってた、まあ、2丁目グループじゃないのに、火星、土星、冥王星とか、金星のあたり、のあたりの話にも近しいかなと言っちゃったりするんですけれども、でもそこだけか、火星と土星だけ、あとは何か、なんていうの、アメオ星は朝廷、うん、そこ外れてないかな、ちょっと見て、違うぜ、違う、それを、うん、電源が抜けて、電源抜けさって、頭抜けさって、うん、そんなこともある、なんか外れそうよ、外れそうになってた、そうじゃん、で電それ自体の電源だからさ、あ、こっちか、こっちとこっちが外れそうになってるのかな、そこどうでしょうか、どうでしょう、あ、これか、そこのね、音がね、外れそう、あ、ここもいい、音がね、すっごい多いんだけど、はぁ、はぁって私がやったんですか、これ、いや、誰かわからないんですけど、ね、これどうやって私がいじりようがあるの、椅子がね、ずれるとね、そういうことで、なんであんたのこれ、どう見て、わ、うん、からないですね、あんたが足でとかの話じゃねえのね、土星と火星と、あとは何やろ、好きこれあるか、月がなかなかディスプ結ぶかどうかってどうなんだけど、ただあんな何言いたいのかって言ったら、何分その性的なちょっとおかしさっての描きたいわけでしょ、んな描くってみんなしたいわけでしょ、で天秤そんだけね、とにかく太陽土星金星集まってるって、そこだけで単純に抑圧的な性セクシュアリティなんだって、土星と金星もそうだね、ゴース広めにするのか、全部ね、全部その3つ5であるってことで、抑圧がかかってんだよって、全部3つひっくるめてオブ有名だったらさ、うん、そこに対して火星がオポであるっていうことで ね、な爆発しそうな衝動があるんだよって、分かりやすく結構じゃないですかって、うん、でここにちょっとトラインかけてるのかな、冥王星海王星、いやトラインじゃなくて、あの朝廷かけてるのがね、うん、あの海王星冥王星の、うん、途中のちょうどそこのポジションの軸に、うん、あの、うん、朝廷かけてるってことは何でかっつって、それ魚なんだけれども、うん、それ可能性を帯びてちゃんとね表現できてる、そう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 、双子座ですね、だからちゃんとそれが、うん、あの芸術表現として、うん、出てよかったね、文学表現になって、うん、しっかり出たんじゃねえのって話だ、うん、しかもあれだね、水星と天王星サソリ座だから、それっぽいオリジナリティの、まあ、リズム感とかちょっとなんか湿った感じの書き方にもなるでしょうしね、個人的なそういうね、感動の度合いっていうものがどんだけ、うん、あの社会性を帯びて発言したかっていう、うん、そういうことであってさ、うん、そうだね、であんまり長文繰り返すんじゃなくて、水星天王星のリズムっていうものもあるでしょうね、短くこうリズムのように繰り返させされる水星っていう、水天のそのサソリの中のリズムってこと、うん、そうそう、会話形式でね、あの重要なところを会話で全部示していくとか、あとなんかちょっとね、泉教会に近いようなリズムのね、センテンスの繰り返しとか多いのかなと思うんですよね、だからハマる人はハマるのかなって思っちゃったんだけど、
いや、そういうようなものでございます。はい、じゃあいいかな、ちょっとね。で、次行きましょうか。次は、でよろしいのかな。江戸川乱歩以外にここ言える人いますよ、そしたら。さっき坂本美名言ってました。あ、そっかそっか、うん、覚えててくれてありがとう。こういうことが非常に多いのにされますけど、でさっきの江戸川乱歩もちょっと人間の心理的なものを書く人だとすれば、坂本美名さんってね、なんだっけな、スパカなんかでね、すごくギャグ漫画みたいなの書いちゃってるんだけど、ユングの自伝かなんかの漫画書いてるんですよ。なんかそれが同じ作品、ユングの自伝で、ユングの自伝を漫画で書いてて、誰の自伝、ユングだね、心理学者のユングだね、自伝をまあ書いてるんだけど、それまでのそのギャグっぷりが全然ね、カニを潜めてね、非常に何だろうな、勉強して書いたんだろうなって感じもあるのね。でどっちかっていうとそういうね、心理的なものに長けてるのかなと思いましたけどね、結構達者に書いてるっていうか、なんかそういう意味で見えようが見えないなっていうところはありますけれども、なんかそういうようなところ、まあ彼女自身がちょっとね、精神病み始めてた頃にユングを取材して、まあ、大学の先生とかにもいろいろ聞いて書いたって言ってるから、それを書くことによって坂本さんの居場所の確認と、まあ連帯って言ったら変だけれども、そういう世界知ったことで救われたんじゃないかなと思いますよね。入れ込み方が違ってたなと思いますよ、それまでとね、それまでですよ。それまでの作品と、作品とは色合いが、まあ書くことによって自分も救うみたいなね、そういう覚悟があったねと思いますけどね。いいかな、28度は。じゃあ29度参りましょうか。